皆さんこんにちは。神田正輝の元妻でおなじみの松田聖子さん、松田聖子が愛娘さやかの元恋人芸能界復帰に大激怒の原因、神田正輝と極秘復縁の真相について紹介します。まずは松田聖子さんの経歴とプロフィールから紹介します。80年代を象徴する人気アイドルの一人、松田聖子さん。彼女の代表曲には青い珊瑚礁、赤いスイートピー、渚のバルコニーなどがあります。現在62歳となった今でもその人気は衰えることなく、女優や歌手として幅広く活躍しています。松田聖子さんは1978年に開催されたミスコンテストの九州地区大会に出場し見事優勝しました。参加の理由は、優勝者にはアメリカ西海岸のディズニーランドへの招待があり、大好きなミッキーマウスに会えるということ、そして全国大会のゲスト審査員が憧れの里ひろみさんであったからだと語っています。彼女は里ひろみさんの大ファンであり、歌手を目指すきっかけとなった人物でもあります。全国大会には父親の反対もあり出場を辞退しましたが、大会の関係者は九州地区大会の出場者のデモテープを聞く中で、松田聖子さんの歌声に心を奪われプロデビューさせることを決意しました。これが転機となり、1980年4月に裸足の季節で歌手デビューを果たします。青い珊瑚礁、夏の扉、赤いスイートピーなど次々とヒット曲をリリースし、デビュー以来40以上の音楽賞を受賞し、紅白歌合戦には23回出場するなど、1980年代を代表するアイドルとなりました。その透明感のある歌声と可愛らしいルックス、そしてトレードマークの聖子ちゃんカットは多くの女性が真似をするほどの社会現象となりました。女優としても数々の映画やテレビドラマに出演しています。2004年10月に主演した日本テレビドラマたった一つの宝物は記録的な視聴率を獲得しました。2005年12月には同ドラマでアジアのエミー賞といわれるアジアンテレビジョンアワードのシングルドラマ部門において最高の賞であるグランプリを獲得しました。2007年には国際的な映画祭であるショートショートフィルムフェスティバルアジアにおいて話題賞を受賞しました。さらに2008年に公開された映画ホタルの墓では2人の子供の母親役として温かく優しさにあふれた演技を見せ、第18回日本映画批評家大賞において審査員特別賞を受賞しました。2010年には米国20世紀フォックスの大人げドラマボーンズにゲストスターとして出演しました。2012年には NHK 大河ドラマ平の清盛に異例の2役で出演しました。芸能界から事実上引退していた前山隆久が27日に自身のインスタグラムを更新し、俳優復帰を宣言しました。ホームページも完成し、仕事のオファーを受け付ける問い合わせフォームも設置されています。インスタグラムには肩書きとして俳優と書かれており、プロのカメラマンが撮影したと思われるリンリン C 写真も掲載されています。前山さんは2011年にミュージカル忍たま乱太郎で俳優デビューを果たしました。その後5次元俳優として舞台に多数出演してきました。五神田沙也加さんとはミュージカル王家の紋章で初共演し、その後マイフェアレディでも共演しました。その公演中の2021年12月に神田さんはホテルの部屋の窓から転落し亡くなりました。前山さんは27日発売の週刊女性で単独インタビューに応じ、赤裸々に語っています。当時前山さんが神田さんに対し、死ねよ、マジでいいじゃん、もう死ねばみんな喜ぶんじゃない、などと罵倒した音声が週刊文春によって報じられました。前山さんは週刊女性のインタビューで喧嘩が絶えず罵倒したことも認めています。しかし亡くなった当時は神田さんとすでに別れていたため、二股疑惑も報じられましたが、二股ではないと否定しています。さらに警察からは事故かじ中黒かわからないと言われたと主張しています。神田さんのホテルの部屋には前山さん宛ての遺書もあったと報じられていますが、インタビューではこの核心部分には触れていません。前山さんはこの復帰を機に閉鎖していたインスタグラムのコメント欄を開放しました。ファンからは、前ちゃんおかえり、
本当にかっこいい、大好き、本来なら喧嘩両成敗なのに非常に偏った見方をされたねなどと前山さんの復帰を歓迎する声が寄せられています。鋼のメンタルには脱帽ですと辛辣な声も。しかし X などでは俳優復帰絶対見たくない、松田聖子さんと神田正輝さんには許してもらったのか、前山さんの鋼のメンタルには脱帽ですなどと批判の声が殺到しています。前山さんは活動休止中に韓国に1年間留学し歌と語学を勉強したということです。今後の活動はどうなるのでしょうか。地上波ドラマなどの出演は非常に難しいでしょう。フワちゃんの SNS のコメントだけでも活動休止になるご時世ですからね。以前のように舞台ならファンがお金を払って見に来るため可能性はあるかもしれません。一方前山さんは国内では厳しいと考え、韓国での活動も視野に入れている様子がうかがえます。ただ韓国も誹謗中傷による芸能人の死が相次ぎ問題になっています。2022年には誹謗中傷の対策強化を求める請願書に15万人が署名しました。神田さんの件が広まれば前山さんの活動も難しいのではないでしょうか。批判覚悟で俳優業を続けるという前山さんですが、どこまで需要があるのか注目されます。神田正輝さんと松田聖子さんは1985年に映画での共演をきっかけに結婚し長女を授かりました。しかし1997年に離婚し、その後は2人が揃って公の場に姿を見せることはほとんどありませんでした。しかし娘である神田沙也加さんの不幸な死をきっかけに新たな交流が生まれ、2人の関係性に変化が見られるようになっています。最近神田正輝さんがテレビ番組で久留米市という言葉を発したことが話題となりました。この発言によりスタジオは一時的に沈黙に包まれ、出演者や観客が動揺する場面が見られました。神田さんはその場で開き直るような態度で話を続けましたが、この発言の背景には神田さんと松田さんの長年にわたる複雑な関係が影響しているのではないかとも言われています。長い間神田正輝さんと松田聖子さんは離婚後に距離を置いていましたが、娘の死を通じて再び絆が生まれつつあるようです。松田聖子さんは神田正輝さんの健康を気遣い、手作りの料理やデパ地下の惣菜を差し入れするなど気配りを見せています。特に松田さんの思い出の味である郷土料理を差し入れることで神田さんの心をぬくめているとも言われています。これにより2人の間には新たな関係性の変化が感じられるようになりました。かつて夫婦であった2人が娘の死という悲劇を通して再びつながりを持つようになったことは多くの人々の関心を引いています。娘の死を通じて2人は報道陣の前に並んで会見を行い、その姿がメディアに大きく取り上げられました。これをきっかけに2人の間に墓すかながらも関係性の変化が見られるようになり、再び交流を持つようになったと言われています。神田正輝さんの最近の健康状態も報じられており、松田さんが神田さんを気遣う様子もたびたびメディアに取り上げられています。彼の健康回復が伝えられる一方で番組での発言が注目を集め、その視聴率の向上にもつながっているようです。このような状況の中で神田正輝さんと松田聖子さんの今後の関係性には多くの注目が集まっています。長年にわたる夫婦生活の中で培われた特別な絆がある一方で、二人の距離が再び縮まるのか、あるいは新たな交流のきっかけが生まれるのか、その行方が気になるところです。二人の関係性がどのように発展していくのか多くの人々が見守っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。